なんだ？誰かに見られてる気がする。今から少し前のことよ。この奥に大きな穴が開いたの。大穴と光、それに強硬化したモンスター。わからないことだらけだな。大穴が発生したのはあそこよ。村長はあなたのことを伝説のライダーだと誤解しているわ。あなたがレウスと確かな絆を結べれば、もしかしたら誤解ではなくなるかもしれないわね。そうだな。アユリアの言う通りだ。本当に伝説のライダーになればいいんだぞ、ライダーさん。どうしたの？もしかして怖いの？レウスに破滅の力があるかもしれないから。レウスに破滅の力があったとして、どうしたらいいのか私にもわからない。でもオトモンはライダーの声を聞いている。あなたが不安や迷いを感じれば、レウスも同じように不安を感じてしまうわ。ライダーさんのじいちゃんはモンスターの声を聞くことができたらしいけど、モンスターが人の声を聞くっていうのも初めて聞いたぞ。モンスターは、
人の感情やその場の雰囲気を敏感に感じ取っているの。言葉を喋らない分、私たち人間よりも感覚が強いのかもしれない。そういうものなのか。あなたが怖がっていたらレウスは力を出すことができない。レウスを守れるのはライダーであるあなたしかいないのよ。その息よ。どうかしたの、ナビル。なんだかずっと誰かに見られてるような気がするんだ。誰かって、誰もいないけど。もしかしたら俺のファンがついてきてるのかもな。恥ずかしがらないで出てくりゃいいのに。あれは大変だ。急ごう、ライダーさん。
なんだか、まがまがしい。いつになったら力を出すんだ。気をつけろ、ライダーさん。いや、何か感じ取ってる。おい、もっと近くで探らないと。アルセルタスよ、様子がおかしいわ。Thank you.
またパワーアップしたぞ。光を浴びた。ええ。でもわかっ、モンスターが光、この子たちは。まだまだ。ええ、そうしま。村へ向かうぞ。そろそろ。理由は？わかった。あら、素直。ことが起きて。なるほど。何がだい？いえいえ、別に。やっぱりそう、守りレウスの強硬化した君たちのおかげ。言ったろな、こっちも分か。本当か？ええ。いらっしゃい。ありがとう。
おかしいなぁ。デデジーは温泉が好きだから絶対ここにいると思ったんだけど。デデジーの好きな不可思議ゴケを持ってきたのに。ん？ここにいたんだな。この人が。ええ、ライダーに伝承の儀を授ける竜神デレジーよ。モンスターの力を目覚めさせることもできるわ。久しぶりだな、デデジー。元気だったか？俺たちデデジーを探してたんだ。温泉まんじゅう。え、あ、ああ、不可思議ゴケのことだよな。温泉まんじゅう。いや、だからさ。それなら持ってきました。どうぞ、おじいさん。うん、あ、うん、うん、めえ。うげ。それより俺たちの話を聞いて。まったく、まだ入り足りないのかよ。ふかし神社になっちまうぞ。頼む、出てきてくれよ、デデジー。お願い、話を聞いて。あ、相変わらずの分かりやすさだな、デデジー。この子が破滅の翼を持つレウスかどうか知りたいの。そのために力を目覚めさせてほしい。力を目覚めさせてどうするんだ？万が一破滅の力を持っていたなら、その力を抑えたいんだ。デデジーなら力を制御する方法も知ってるんじゃないのか？知ってる。でも教えないんだ。だけ、なんでだよ。自然は自然のままがいいんだ。力を目覚めさせて良くない力だったら抑える。そんな勝手なことしてはならないんだ。おじいさん。でもライダーは伝承の儀だって扱うだろ。伝承の儀も同じだ。人の都合でモンスターを操ることに変わらないんだ。そんな。じゃあ伝承の儀も使っちゃいけないって言うのかよ。そうじゃないわ、うん、だからこそ選ばれたライダーにしか授けてはならない技なのよ。んだ、それに力を抑えるのは難しいんだ。うん。何やってるんだ。力を抑えてるんだ。はぁ、あ、あ、あ、力を抑えれば歪みが生まれてしまうんだ。歪みから吹き出した力は強くなって災いをもたらすかもしれないんだ。それを先に言ってくれ。大事なのは力じゃないんだ。じゃあ何が大事なんだよ。教えてやるのはここまでだ。答えはおめえにしか見つけられないんだ。お、デデジー、待ってくれよ。やっと会えたのに。でも、あの人の言うことは理解。俺はちっとも理解できないぞ。デデジーはライダーさんのことを知らないから。もっと不可思議ゴケを集め。ライダーさん。デデジーには伝わったのか。大丈夫。そしたら、この音。大穴が開いたんだわ。
つを追い払おう。ライダーさん、
の翼、ダメ！破滅の力、しかと見たぞ。これはレウスの力のわずかに過ぎないんだ。力をどうすればいいかよく考えるんだ。ライダーさん、仕方がない。生きてさえいればやり直せる。もう一度作り直そう。ごめん、こんなことになって。村には迷惑をかけないって約束したのに。ここにいていいと言ったのは私。あなたたちと一緒ならここで起きている奇妙な現象を解決できるんじゃないかって、そう思った。
アユリア。この子の力ははっきりした。あなたには守れない。そんな。この子は伝説のレウスと同じ力を持っている。破滅をもたらすほどの力を。責任をあなたに負わせるわけにはいかないから。じゃあどうするんだよ。ルトゥに戻るのか。きっとレウスは閉じ込められて外へ出してもらえなくなるぞ。ライダーのオトモンが強硬化しないのは、お互いの心が共鳴し合っているからかもしれない。そうだとしたら、あなたのレウスが暴走したのはなぜかしら。その子はあなたを必要としている。あなたはどうなの？レウスを守れるのはライダーであるあなたしかいないのよ。答えはおめえにしか見つけられないんだ。おじいさんのところよ。もしかしてデデジーの言ってた答えが分かったのか。答えが見つかったのか。どういうことだ。絆石が答えって。あ、そうか、絆の力か。おじいさん、
力は伝承の儀でもっともっと大きくなっていく。レウスを信じればレウスはおめえの心に応えてくれるんだ。いい力にも破滅の力にも導くのはおめえとレウスの絆だけなんだ。ありがとな、テデジ。ライダーさん、レイギエナを追いかけよう。強硬化したレイギエナを放ってはおけないぞ。
やったな。あたりの強アユリア、ありがとうだな。モンスターももう大丈夫。じゃあ戻っ、ごめんなさい。いえ、なんだよ。あなたのおかげ。クワン村のみんなには迷惑をかけちゃったな。けどみんなにもレウスのことをちゃんと知ってもらいたい。ライダーさんとの絆の力があれば破滅の力を抑えることができるんだって。お？どうしたのナビル。また視線を感じるぞ。きっと俺のファンが追っかけてきてるんだ。おーい、恥ずかしがってないで出てこいよ。びっくりした。君はこんなとこまで追っかけてこなくっても、まあいいや。また肉球でよければ何回でも押しちゃうぞ。そんなものはいらない。あ？変装？欲しいのは、レウス。おとなしくそいつを渡せ。なんだ？ハンターの追ってずっと私たちをつけていたのね。ああ、そうだ。お前らが俺たちを欺いて島から逃げ出した時からだ。お前、あの島にいたのか。お前たちライダーのくだらない祭りに招かれていたからな。くだらないだと？レウスは崇めるものでも絆を結ぶ相手でもない。人に危害をもたらすモンスターだ。その証拠に島のレウスのせいで父さんは大怪我をした。これ以上好きにさせるわけにはいかない。この目で見た。そのレウスは破滅の力を持っている。こちらへ渡せ。このレウスはライダーさんのお供だ。お前たちなんか絶対に渡すもんか。なら奪うしかないな。お前ら。お手柄だった。親父さんも喜ぶぞ。ピンとこないんだよね。捕まえろ。やめなさい。武器を下ろして。リリア。リリアじゃないか。ナビル。お前、こんなとこで何やってんだ。知り合いなの？ああ、ここで会えるなんてラッキーだぜ。リリア、レウスを話してやってくれ。あいつはライダーさんのお供なんだ。それはできない。マハナ村から逃げたレウスを捕獲するのが私の、いいえ、諸子隊の務めよ。ルルシオンへ帰還します。レウスを降りえ。邪魔をするなら容赦はしないぞ。いい加減にしろ。レウスのためならこの世界が滅んでもいいって言うのか。やめてくれ。レウスを返してくれよ。話は改めて聞かせてもらうわ。私たちと一緒に来て。いいのか、お嬢。その呼び方はやめて。おお、そうだったな。
しかない。はどこにいるの？落ち着いて。ディリアはライダーとオトモンが。それはそうだけど、私破滅の翼を持つ。わっバカマ。フラフラしてるだけのナビルーに。フラフラなんてしてないぞ。私たちに聞きたい、ええ、そうね。あのレウスについて。わかった。ハンターズギルドからよ。各地で起きて異常事態とい、ええ、それにディリアはデス。わからない。って、なんで私ばかりが話しているのよ。そうね。確かに。それじゃあ、ある意味においては力を知り。力を知って、そんなこと。それができるの。こいつらが。おい、リベル。甘えるな。本当だって。ちょっと。こいつらの力。わかったわ、リベルト。な、俺も。いやつべこべ言わな。はい。私はここに残る。レウスに何か。いいわね。レウスに合わせ。構わない。いいでしょう。レウスには私。すぐにも。え。あと。シモーヌ隊長から。アドバイスでも。こんにちは。あら、こんにちは。
ありがとう。
手こずっているって以前はこのらしい俺が見たお何のそんな早くそ落ち着けライダーさん分かってな結局ほらするさ諸子隊はそうはおあそこの木まあ見てみろモンスターんってんんキノコが俺たちはそうだそあそギャップ萌えんThank you.
最強だな。やったな。どうしたんだ。どうしてガノ、なんだガノトトス、モンスターとキス、それがわ、ま、じゃ、ああ、
何か用か。何か用か。
Thank you.